皆さんよろしくお願いします、はい、皆さんようこそポートランドミュージックバーアボさんにお越しいただきました。ありがとうございます。こんばんは。はい、あ主人の、あ私の主人じゃないですよ、あのお店の主人のお店の主人のヒューガの坊さんです。こんばんは、アボさん。みんな飲んでますか、食べてますか、元気ですか。なんでその時間差があるの大丈夫ですか、大丈夫、今日は、ドリップラジオ金沢、金沢の中心から夢を叫ぶということで毎週、金曜日23時からお送りしております特別バージョンです。イエーイ。アボー年会だ。アボサだから、アボー年会、アボー年会ということで、ドリップラジオ金沢の今回、アボー年会&交流会を行おうということで、ぜひこのドリップラジオ金沢を応援したいという皆さんが集まってくださいました。なんと2000人です。2000人来てますよ。2000人来てます。無理ですよね、ヒューガさん。はい、ラジオはですね、事実をお伝えするというね、はい、なんでここで公開でお説教されるのかっていう感じですけれどもね、180ぐらい、はい、ヒューガさん、今日はですね、ラジオを楽しむために来てくださった、方もいらっしゃればですよ、なんと、この、ドリプラジオに合わせてなのかどうなのか分かりませんが、コンパで、コンパで、ちょっと裏返りましたね。言っちゃいましたけど、コンパ言っちゃいました、ごめんなさいね。コンパで集まっている若者も、いますね。若者ですよね。美男美女が。若いよ。若いよね。若者たちもいるっていうことで、もうどうせだったら若者たちの夢も聞こうじゃないかと。聞こう。ねえ。はい。だからもうみんな全員出ます。今日全員出ます。180人はいませんけれども、もう180人いたら39分で終わらないじゃないですか。終わらないですね。終わらないですよ。っていうかみんな全員出てもらいますって言って、全員出てもらったらこれだけですって言ったら人数分かっちゃうじゃないですかね。分かっちゃいますね。本当ですよ。数えないようにしてくださいね、皆さん。はい、横川三丁目176-1って今言うんですかね、私もね。今更言いますけれども、スポーツ&ミュージックバーアボサで、この後、たくさんの方に出演していただいてお送りしていきます。よろしくお願いします。ここでコマーシャルとか行かない。行かない今日。はい、もうそのままバーって行きますけれども、まずはですね、ヒューガさんがお隣にいるのでね、なんか言いたいことがあるみたいなんで、最初にオープニング飾ってくださいますのはヒューガさんです。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、ドリップラジオもね、来週と今週とあと2週しかないということで。しかも。はい。来週も私なんで。ああ、よろ。斉藤清美がお送りいたします。はい、斉藤清美さん、また来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、僕は夢語ったらいつも言いますけど朝まで語っちゃうので、今日は手短に今年を振り返って、みんないるし ねみんないるし、アボー年会交流会ですからね、はい、まあ、手短に言うと今年はこれ結構たまにドリプラジオも言わせてもらってるんですけど、ドリプラジオに関わったスポーツチームが全部日本一になったりとか優勝しているという、まあ、一応スポーツバーなので、それがなんかすごい嬉しいなと思って、やっぱりスポーツ前面に出しているので、ドリプラジオに出ると夢叶うっていうのをやっぱ実証したいなと思ってるのが、一番実証してるのはそのスポーツが、ツエーゲンとかね、ツエーゲンもツエーゲン出てないんですけどねなぜか出てないんですけどね。あ、出てないの。ツエーゲンの皆さん出てくださいね。なんで出てないんですか。ちょっとタイミングが合わずに。でもチャンス出てもらえそうな時はあったんですね。ありました。予兆打診はしてるんですけど、その金曜日にちょっと合わないとか、週末試合なんでね、なかなか。じゃあ夢来年の夢は制限の、そうですね、選手に出てもらうっていう。そうですね、年明けには、シーズンオフの間には、ね、シーズン始まっちゃうとなかなか出れないので、ね、だからお願いしましょう。そう、それ、その夢はまず叶えましょう。叶えましょう。もう1月には叶えたいと思います。ねえ、はい、そうなんですよ。本当にみんな大活躍の、大活躍で、北国銀行のハンドボールもね、はい、国体で優勝したりとか、そうです。ビークス白さんね、フットサルも今優勝に向かって、あとマジックビークス白さん。ビークさん、ちょっと覚えましたね。来たことあるね。一回びっくりしました。いきなり来ましたね。すいません、ちょっと手拍子が合わなくて。はいはい、ミリオンスターズもね、北陸地区の優勝もしましたし、ね、はい、まあ、ちょっと今年はね、ちょっと日本一になれなかったんですけど。いや、でもすごいですよ。素晴らしいです。なんか持ってるんですね、やっぱり。持ってます。ドリプラジオが持ってる。
ドリプラジオはね。ドリプラジオ。アボさんもね。アボさんも、もちろんです。ノブオもね。ノブオも。ノブオの夢も、はい。はい。ということなんです。はい。はい、なので、ぜひあの、このドリプラジオで、今日もせっかく初めて、このドリプラジオを見ていただいている方もいるので、ぜひね、夢を語っていただければ、自分の夢は叶うぞということを証明したいと思うので。ぜひ、なんかもういろんな人に言っちゃうのがいいんですよね、夢ね。言った方がいいです。あの持ってても誰もわからないの で応援のしようもないので、言っちゃうとなんかたあのいろいろ手助けしてくれる人が出てきたりとかするの で、これはねもう誰にでも言っちゃうっていう、ね、そうです。初めて会った人にまで言っちゃうみたいな。そうです。夢叶えたければ勢いで、ね、ぜひ言っていただければいいので。なので今日は若者にもね、初めて会った方もいらっしゃいますけれども、はい、あのぜひ、なんか妙にちょっとあの顔がこわばってきてますけど大丈夫ですか。さあそれではここからは、はい、コンパで盛り上がる、はい、若者たちに登場していただきましょうか。おね、じゃあ順番こちらに。誰から行くのかな。そうです。もうバーってくる？順番に4人バーってくる？一緒の方が行きやすいもんね。みんなで、で交代で。一緒に行って変わるから、この隣の人に行ってれば。まあここでちょっと、ミラクルが。ミラクルだね、怒ったんですよ、実は。なんとこのツーショットって今誰も分かんないと思いますけど、すごい私ドリップラジオ金沢を今日放送するためにこのアボさんにやってきましたら、コンパをしている若者の中に、この方がいらっしゃったんですけれども、偶然にもコンパをしていた、めいっ子にあたる。こんなことがあるんでしょうか。はい、じゃあ。びっくりしたね。本当に、こんなこと。コンパ中です。コンパ中のめいっ子です。はい。で、ここまで来たらやっぱり出ていただかなきゃいけないだろうということで、夢語らなきゃいけないんだよ。夢ね。うん。何でもいい。何でもいい。うん。身近な夢でもいいし、うん、大きい夢でもいいし、うん、こうなったらいいなっていうのを言っておくと、うん、こう想像力も大きく働いて、うん、現実になるから。じゃあここはまずスポーツバーなので、そもそも私サッカー観戦で日向さんと知り合いになりまして、あアボさんの主人ね。そうそう、はい、主人でそう。まあ今、まあ、コンパをしているんですけれども、私もスポーツ大好き、体動かすの好き、ジム行ってます。あっちゃんってなんか学生時代とか何やってたの？学生時代はバレーボール。バレーボール？うん、バレーボールなの？私もバレーボール。あ、え？うん、チーム使おうか。そう。2人じゃ無理ですけど、あと4人ぐらい4人ぐらいあと4人ぐらいいるでもかなり姪っ子とおばなので体力的な差があるかと思われますけれども、大丈夫ですかね。まあ、じゃあ鍛えましょう一緒に。それってちょっと待ってください。バレーボールチームを作るのが夢じゃないバレーボールチームを作るためにまず体力作り、体力作りで今ジムに行ってる。そう、鍛えてる、うんうん、それで、今はボディコンバットって言って、ボディコンバットね。格闘技のダンスじゃない、格闘技エクササイズを。でもなんか音楽ハマってるでしょ。そうそうそう、うん、はいはいはい。で、それをもっとして変わりましたか。変わります。どのあたりが今変化したな。やっぱりあれだよね。二の腕が変わる。ウエストが変わる。うん、足と。すっきりした、もしかして。下なんでそこでなまるの。下って言いたかったね、今ね、うん。なんかそんな気がする。シュッてしてる気がする。でね、やっぱ体幹も鍛えるから、姿勢も良くなる。姿勢が良くなる。重心がしっかりとして、ね、歩き方とかも綺麗になったりするね。そうか。そうすることにより、まあ、体が鍛えられるってことは健康になるから、それはもちろんそれでいいんだけれども、うん、それによって綺麗になった。違う綺麗になるのは置いといて、なんで置くの。バレーボールチームを作るために、バレーボールチーム作るの本当に夢なの。うん、まあ、でも今の
私がなんか たまたまバレました、ちょっと誘導しちゃったような気がするけれど、うん、まあでも、うん、だってスポーツを楽しみたいわけよね、そのバレーボール、うん、あんかどうか分かんないけど、うん、スポーツを楽しみたい、 そのために体力作り、うん、さらに筋肉つけるぞ、うん、みたいな、ちょっと待ってください、それだけかな、頑張れ、それだけかな、何にしようか、コンパでしょ今日、そうだ、コンパってことはですよ、今彼氏がいないってことでしょ、そうです、そこよ、そこよ、そこよ、だもしかして あちらにいらっしゃる2人が彼氏になる可能性があるわけですよ。そうですよね。そうでしょ、コンパですからね。そうですよ。あのそうですよ、全世界のフリーな男性陣、皆さん。いいの？いいよ。年齢問わず？あ、年齢はね、うん、いいと思う。年齢、この辺にも言うからね。そうですよ。人にあるよ。あの人にあるんじゃなくて。まあまあまあ、あの年齢結構、ね、言ってても、若い人も、若々しい人もいれば、あの、すっごいおじさまでも、いい人いっぱいいるよ。そうそう、うん。年齢関係ないよ。関係ないよね。うん、関係ないよね。うん、そうかそうか、うん。話がまとまんなくなってきた。でも、そういうことでしょ。でも、や彼氏欲しいってことでしょ。うんうん、それも大事ね。それも大事ね。それも大事ね。あとは？あとは、あとは、氷下げるね。なんだろう。ちょっと待って、じゃあ、あの、うん、お友達にも入ってもらおうか。うん、入ってもらおう。じゃあ、女子、コンパの女子が。お姉様、じゃあ、真ん中。お姉様、真ん中。いいの？え？顔見せない。真ん中来ました。ちょっと映りましたけど。結構似てるでしょ？似てる。よく言われる。姉妹みたい。まあでも、あの、私の姪っ子の愛ちゃんは、あとみんな男兄弟だからね、その中で一人女子に頑張ってる、ね、あ、お母さんもいるけどね、女の人がね、はい、でも、4対2で負けてるんだよね、4対2、あれ？あ、え？お父さんと4対3対え？あ、そうだそうだ、4対 3？ばあちゃんいるもん、ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん忘れてた、ばあちゃん忘れてた、4対3、でも、まあ、負けてる、負けてるもんね、あ、そんな中ですよ、だから男子にはやっぱりうるさくなるのかな、こともない、ないよね、そんななんかすごい厳しいわけでもない、うん、で、お名前どうぞ、ニックネームでもいいですよ、あ、ちーです、ちーちゃんはどうなんですか、ちーちゃんは下に弟がいて、うん、妹と弟がいて、もう上、長女同士、長女なんですか、長女同士、そうそう、うん、だね、そうなんだ、で、ちーちゃんの夢は何なんですか、ちーちゃんの夢はとりあえず今年の秋にあります初開催の金沢マラソンを完走する、え、なんでこんななんかスポーツにちゃんとね関わるような夢を語ってくれるんでしょうかね、本当に、え、ちょっと待って、あの、プレー の, あのマラソンは出たの？全然出てないの？この間大阪のでやってたスイーツマラソンっていう、何ですか、食べるの、甘いもの食べながら、10キロのマラソンなんですけど、2周を5周、あ、2キロを5周するコースなんですけど、うんうん、その間に急スイーツ所っていうのがあってあ、いいね、なんか遊び心が、スイーツを食べながら走るっていう、それは大丈夫なんですか、走ってる人に、いやもう結構ここにずっとワッフルあるなでもいろんな種類のスイーツが食べられる、ね、あのチョコレートと か, なんか和菓子とかもいろいろあって、それで10キロは完走したんですよ、まあ、完走して、そして、まあ、でも、まあ、食べながらゆっくりなんで、ちゃんとじっくりでもちゃんと走って10キロ、まずは10キロね、完走したわけだから、まずはそういう楽しむやつでやって、こう自分騙しながら、なるほど、よし、なんかもうちょっとやれる気がするみたいな、そう、で次能登の万葉の里マラソン、おー、万葉の里マラソン3月、まあ、でもそれも10キロ10キロ、すぐに無理しちゃダメですね、で徐々にこう慣らしてね、ちょっとずつ自分騙しながら出ようかなっていう、なるほど、でもいい、ちゃんと目標があるわけだから、うん、金沢マラソンまで、うん、話まとまってる、はい、話まとまってたよまとまってたよ、ちゃんと喋ってたよ、うん、で今日はコンパだから、そうですね
好みの男子はどんな男子ですか。まあでもなんか頑張ってる人が好き。頑張ってる人が好き。みなしれ、みなしれ、みなしれ。頑張ってる。頑張ってる人が好きですって言ってくれてますけれども、うん、じゃあちょっとどうする？男子の意見聞いてみるというかね。そうですね、頑張ってるの聞きたいですね。頑張ってどんなこと頑張ってるか聞きたいな、うんうん、ここはすごいアピールポイントになりますよね、これね、うん、あここで決まるよ。あちょっとねハードル高くしちゃったかもしれないけれども、頑張ってもきっと頑張ってる、頑張ってる顔だもん、大丈夫。じゃあ女子から男子に交代しましょうか。イエーイ。来ましたよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい。ギュッとこうギュッてくっついていただかないとね。すごいくっつきましたね。いや、おしくらまんじゅう状態になってますけど。こんにちは。こんにちは。お名前どうぞ。あ、お名前。お名前、あ、ニックネームでもらえる。リッキー、リッキーさんと。はい、あ、誠です。リッキーさんと誠さんです。さっきも話にありましたけど、どうですか。頑張ってる、頑張ってること。そうですね、まあ、ちょっと、ボルタリングをやってるんですけど。ボルタリングっていうのは、壁によじ登るやつですね。壁登るやつ。なんでもスポーツなのみんな。偉いぞみんな。どうなんですか、まあ、?1 年経ってないぐらいなんですけど。はあまあ、どこでやるんですかそれは。金沢の方で。金沢で、そういう施設が、はい、あるんで。ちょっと今誘われて、ちょっと外岩っていう自然の岩山を登る、それはまさしくあれじゃないですか、ファイト一発、ファイト一発な感じですよね。頑張ってるね。でしょ、はい、頑張ってる。それとりあえず生きて帰ってこようっていう。生きて帰ってきてください。お願いします。それは本当に頼みますね。あ、そうなんですか。それはどういうところが魅力なんですか。こう達成感というか、こう自分に課した、まあ、プレッシャーというなんか、それに打ち勝つとか、到達した時の達成感ですか。いいですね。それが気持ちいい。これはスポーツはどれにもね、やっぱ言えることでね、やっぱりこう達成したあの時の快感がやっぱりあるからこそね、辛いことも乗り越えられるっていうのがありますよね。ね、そうなんですか。なるほど。それ頑張ってて、はい、でプラス、プラスこれからの夢。まあ、ここ大事、ここ大事、すっごい聞いてるから、あの女子2人すっごい聞いてるから。仕事柄ちょっとこう、まあ、広告に携わる仕事、デザイン系の仕事をしてるんで、はいはい、まあ、自分がちょっと昔ちょっとそこでやっぱり苦労した部分がいろいろあったんで、うん、はい、まあ、それにそれそういう、まあ、苦労する人たちの若い目を助けれるような、あ、なるほど、接点を持てる、まあ、カフェというか、おそういうようなお、お店をしてみたいなっていう。おカフェ、カフェ、カフェで、そういう人たちが集ってくれて、ね、いろいろと応援できるようなカフェ、はい、仕組みができたら、いやいいと面白いかなっていう。ね、いろんな人につなげられてね。そうですね。じゃあデザインの仕事も活かしつつ、うん、カフェを。若い目を応援したい。なるほど、若い目って若いでしょ。まだ若い。いや、見た目以上に。結構経験積んでるんだ。それなりに。あ、そうなんですって。じゃあちょっとお兄さん的な感じなんですか。2人よりも、うん、お兄さんですね。あ、そうなんです。そうなんですか。どうですか。いい感じ、いい感じ、ね、いい夢語ってくれましたね。じゃあその後に誠さんが来るよ。あ、俺来ます、はい、来ますよ。じゃあちょっと席チェンジします。あ、席チェンジします。席チェンジして、はい、大丈夫ですか。ここぶつかると画面ブルブルってなりますよね。あ、なります。はい、
落ちました落ちましたけど大丈夫もうちょっとギュッてギュッて、はい、いいんですかこの、はい、このギュッてすいません、あのギュッてし私がしてほしいから言ってるんじゃないですか。誠さんは頑張ってること、今頑張ってることを、今頑張ってることですか。とりあえずその会社のことでは、はい、まあ、会社勤め始めて、まあ、もう6年目になるんですけど、はい、で今ちょっと資格をちょっと頑張って取ろうかなっていう、はい、何のお仕事されてるんですか。仕事はまあちょっと電気関係なんです、はいはい、それでちょっと国家資格を取ろうかなっていう。電気関係の資格ってなんか難しいんじゃない、はい、そうですね、結構難しいですね、ですよね、はい、それに頑張ってるっていう、はいはい、頑張ってて、はい、夢は夢はちっちゃいです。夢はちっちゃいっていうか、まあここスポーツバーっていうのもあるんで、まあとりあえずあの6年後の東京オリンピックあるじゃないですか。出るの？いや出ない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 。の、の、あの開会式のチケットを狙ってます。あ、夢です。これはねやっぱりねみんな見たいもんね。みんな狙ってますからね。そうです、そう、なかなかやっぱ生で見ることがね、はい、できないですもんね。もう人生で1回しかないと思うんで。それは狙ってますね。はい、それはじゃあ、あの彼女と行けるといいですね。そうですね、彼女っていうか、まあ、奥さんとかいたらいいですね。お、そっか、6年後だもん ね、 いいですね。だから、そっか、彼女じゃなくてもう奥さんもいるかもしれないですね。奥さん候補がいますよ、目の前に。そうですね、ちょっとアピールしないとダメですね。そうですよね、あの将来 あのオリンピックの時、東京オリンピックの時には、うん、もうね、奥さんになってるかもしれないで、ベイベイぐらいの。そうですね、ことをね、そうだね、ベイベイぐらい、ね、はい、言わないとね、いけない、はい、一緒にチケット取るから。そうですね、そうですね、はい、ね、はあ、いろいろあるな、若者たちも。私も若いけど。どうですかね、これでこの後また会話がこう盛り上がって、盛り上がって、うん、コンパが最高潮に達するんじゃないかと思いますよね。 そうですね、その手助けがちょっと私にもできましたでしょうか。そうですね、だいぶ助かる。そしたらね、この後ね、諸先輩方がですね、あの 夢を語りますからね、はい、ちょっと聞いててくださいね、はい、コンパ楽しみながら聞いててくださいね。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。コンパ中の若者たちに出ていただきましたけれども、ありがとうございます。まあ、なんか聞こえてるかもしれませんけれども、いいよね若いってっていうのでね、何言ってんですか、まだまだ若いじゃないですか皆さん、まあ、順番にここ来てください、私のお隣に。そうですか、ちょっとあの時間ほら時間がもったいないですから、ちゃんはもうね、本当にあのフットワークが軽くて、うん、あのいろんなイベントにね、足を運んだり、うん、いろんなイベント、ね、落ち着きがない、落ち着きがない、まだ落ち着いちゃダメですよ、落ち着いちゃね、落ち着きがないんで、そうですよ、あちこち、まあ、私も人のこと言えませんけれどもね、うん、落ち着きのなさはね、あ、そうですね、そうですね、斉藤さんもどこに出没するか分からない、そうですね、言われちゃったけど、兼六園とか、兼六園は仕事です、なんかいっぱい出てますね、いろいろ出てますよ。まずアローレとか、アローレ、はい、アローレなんか着物着ていませんでした。アローレの中にて着物着てはいない。あ、今いない。あ、浴衣着てた。あれ浴衣。すみません。着物ね。そうなっちゃった。で、あのこのドリップラジオ金沢にも本当によく遊びに来てくださいましたね。はい、はい。今年は何回くらい来てくださいましたかね。あ、今年ちょっとペースが落ちてない。なんか忙しいなって。いやでもちょっと月1ぐらいになったんですけど。でも来てくれた、ね。でも来てる。本当にありがとうございます。もうね。で、福ちゃんにも夢があるんです。一応聞いたんだ。福ちゃんにも夢があるっていう言い方もなんか今失礼でしたね、私。じゃあそういうことじゃなくて、福ちゃんには今頑張ってる夢があるんです、うん、はい、ちょっと音楽関係は。あのギターちょっと一応習ってはいるんですけど、ちょっと曲が弾けるとこまでいかないんで。じゃあ曲が弾けるようになりたいっていう。はい、音は一応出るんですけど。音はね。音は出ますよ。そりゃ音は出、アンプがいいんで。ポロンってしたら出ますよ。ポロンってしたらね。アンプがいいんで。アンプが調整してもらえばいい音が出る。いい音が出るんです。いい音が出るようにはなってるわけですね。はい、いい
うん、まあできるだけですよね。あとはもう曲が、うん、あの演奏できればっていうところ、うん、なんかあの課題曲はないですか。課題曲は、あ課題曲、ギターの先生から聞いて、ゾウさんとか、ゾウさん、ゾウさんからですよ皆さん、うん、ギターはゾウさんゾウさんとかゾウちゃんとか長女とかじゃあ長女とか、うん、あじゃあくちゃん、あのゾウさん弾けるようになりましたら、うん、私歌いますよ横で。あそうですか、歌ってください、ね、で、うん、あのライブしましょう、うん、仲間連れてきます。仲間連れてきたら仲間に頼っちゃうんじゃないですか。いやダメですよ、その3人ぐらいでいいと思う。ソロですよ、ソロで。ダメですよ、一人で言うのはちょっと心持ち。ダメ、そんな弱気じゃ夢だから、うん、ね、夢だから、まずゾウさん弾けるようになりましょう、うんうんうん、ね、なんで突然ギターやりたくなったんですか。いやあのよくライブとか行ってるうちあの憧れまして、もう自分でもやってみたくなって弦楽器難しいもんね、うん、ね、弦楽器やれちゃう人すごいなと思いますもんね。私もね憧れちゃいますけど、うん、それでくちゃんはギターで、うん、ゾウさんを来年は弾きますので、うん、はいはい、いいですか。ゾウさん弾いて、蝶々弾いて、ブンブンブンまで行きましょう。あ、ブンブン。ね。ブンブンブン。ブンブンブンまで行きましょうね。はい。ということで、くちゃん、こんな感じよろしいですか。はい、あ、それとあの、それと歌と。え、歌うの？あ、歌はやってます。あのカラオケとか、あのセッションとか、歌わせてもらってるんです。あのライブとかで。歌は、今もやってるけれども、さらになんかこう、歌の目標はあるんですか。一応ボイストレーニングちょっと誘われとって来年から。それもやるんだな、くちゃん。夕焼けってライブハウスありまして。夕焼けありますね。はい、あ、行ってますね、斉藤さん行ってますね。行ってますよ、行ってますよ。あ、そうや、斉藤さん。何回も行ってますよ。秋田のね、すぐ、はい、あの 裏手にある。秋田の裏手のところですよね。はい。そこで歌うんですか。あそこであのボイストレーニングのなんか講習講習中がちょっと来年から始めるそうなんで。え、くちゃんはどういうジャンル歌うんですか。取られた。まあ、その場にあった歌を歌うか。あ、何でも恋なのね。あ、何でも、まあ、じゃあもうゾウさん蝶々ブンブンの弾き語り。そうです、弾き語りですよ。弾き語りでまで行きましょう。うん、弾き語りまで。来年の1年間で弾き語りまで行きましょうね。うん、はい、うん。で、年末にライブしましょう。年末。オッケーですか？言いましたよね。え、一応、目標。はい、わかりました、うん。ということなので、弾き語りまでできるようになるというのは、はい、夢ですので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次の方行きますか。はい、ね、次の方、清水さんですか。若いもんってみんな同じでしょ。え、みんな同級生だよ。そっちから順番、じゃあ順番これね、あのね、あのどんどんね、後になる方が、ね、出にくくなるよ、これね。なので先行っときましょう。じゃあ一緒に出ますか。一緒、あのギュッてしなきゃいけないですよ。私ギュッと手にギュッてギュッて。なんでるかな、こんばんは。なんか手をつなぎながら登場してくださいました。もうちょっとギュッとギュッと。あ、これなんか、はい、ギュッてきていただいて。はい、映ってる。はい、お名前どうぞ。ヤスです。ヤスさんと、はい、マー君です。ヤスさんとマー君。なんでそこで笑うんですか。ヤスさん、ヤスさん、はい、お元気ですか。元気です。いや、だいぶ前に、嘘、うんうん、ね、ね、はい、いや、あの初めてですよね。いや、ここにはドリプラジオは2回目かな。合ってるんですか。合ってるかもってぐらいです。あ、本当ですよ、はい、お互いそんなあやふやな感じ、微妙な感じです。でもドリプラジオは来てくださってるってことですね、はい、ありがとうございます。どうですか、こうまさか自分がここで夢を語ることに、なるとは思っていなかったかもしれませんけども。あの、そうですね、はい、あの誰かにはめられたかも。あの、ぜひチャンスです。チャンス。ヤスさんの夢も教えていただきたい。夢ですか。ああ、それなりに、若者たちもいるしね、ガツンと。いや、それなりにあの叶えてきたかなと。あ、はい、叶えてきた。あ、ここにちゃんと叶えてきた人がいる。大したことはないです。例えばどんな夢が叶ったんですか。いや、その仕事でこう、なんだろう、あのそれなりのキャリアが積めたかなとか。あ、目標を達成しつつ、こうダウンタウンステップを踏んでいって、そして
まあ、普通に結婚もできたかなと。プライベートはね、はい、結婚もできて。いや、それはいいです。もうそれを結婚もして、はあ、ぐらいですね。じゃあプライベートも仕事も充実 し、まあ、して、そうですね、やっと。今、もう本当にいい感じで脂が乗ってるわけですよね。そうです。脂も乗ってます。そういう意味じゃ、さっきあの昔はすごいあの痩せてたっていう話を聞いたから聞いたから言ったわけじゃないですよ。そういう意味じゃないですよ。そうそうそう、あの体のことじゃないですよ。そうそうそう、それもそれ言えば言うほど私全然フォローになってないですけど。差しも入ってますね。いやいや、あ、ね、でも本当にあの夢を叶えてきた人がね、まあ、それなりにまあ、はい、いうわけですよね、はい、これからはどさらにどうなっていきたいっていう、どうですかねってまだ考えてないですけど、うん、そうですね。だってほら人間ってもっともっとってなるじゃないですか。そう、家を建てるとか、家を建てるとか ね、ベタなパターンです。いやでもそれね、はい、大切ですよ本当に、ね、そうやって一つずつこうやってクリアしていくっていう、はい、ね、はい、そうですよね。今すごい自分で言いながらすごい普通だなと思ってい, いや何を言ってるんですか。夢に普通とか普通じゃないとかないんですよ、はいはいはい、夢は夢ですから、はい、そしてお隣のマーク、マーク、マーク、マークにもぜひ夢をね。夢をね。あの、まあ、今仕事をちょっと今、3年前ぐらいにちょっと独立したんですけど、ちょっと自分の店。一人でされてる。いや、まあ、共同でちょっと経営でやってるんですけど。お店？はい。何のお店？あの、カイロプラクティック。お世話になってます。本当ですか、はい、気持ちがいい。気持ちいいですね。体整う。ええ、本当ですか。それ無理ってスケジュール入れてもらったりとかしてる。それで無理が、ね、お友達だと ね、聞いてもらえたりっていうのはいいですよね、はい、本当に。そう、それがあってこそのやすさんの夢ですからね。夢を叶えるためにもマー君、疲れた時は疲れた時はマー君、ね、あのど、え、もともとは違うの、まあ、全然自分がもうちょっと腰痛持ちやってちょっと通院とかしてた、はい、それで、はい、それがきっかけで勉強して、ね、はい、へえ。私最近喋りすぎることが、あ、今今日も喋りすぎてますけれども喋りすぎることが多くてですね、喋りすぎると背中とか痛くなります。いや聞いたことないですなんか喋りすぎ、喋りすぎると凝りません？あ、背中この間ですね、ここじゃなくてここも凝るんですけど、あのこの間一つのステージで1000人の名前を読み上げるっていうすごい、すごい今まで体験したことがないような大量の、名前を呼び上げたんですよ。その後に突然背中が痛くなって、で背中がピキピキってなるじゃん、寝違えたみたいなことなんですけど、はい、で口を開けると痛いんですよ。だから繋がってるでしょ。繋がってます、ね、ですよね、はい、だから喋りすぎて痛くなったんじゃないかと思ってるんですけど、どうですかマーク。まあきっかけとしてはあると思うんですけど、それが、はい、直接の原因ってことはないと思いますけど。そうですか。膨らみませんでしたね。そうす、全然膨らみませんでした。すごい、それのために喋っちゃった。膨らみませんでしたけれども、うん、でも正しく教えてくださいました、マー君は。ありがとうございます。ということなので、これからはじゃあどう、もうだって独立 してまだ間もないです、ね。まあ、共同でやってるんで、本当の自分のお店を出すっていうのは近い夢なんで。けど、あ、そっか、はい、本当に自分で将来的にはこうなんかみんな、なんていうかな、共同でなんかいろいろできたらいいなと思います。あ、いろんなその回路だけじゃなくて、そうですね、癒しの方、みんな健康になれるように。あ、いいな、そこにずっと痛いです、私温泉とか全部、温泉とかもあったりして、ビューティーとか全部、すごいよ、すごい夢、すごい夢じゃないですか。もうなんか知らなかった。私あのカーズヘルスセンターだったんですけど、美しいそういうなんかたっぷり一泊二日金沢ヘルスセンター知らないですけど知らない知らないこのし、え、知りません。おかしいですよ皆さん何やってるんですか。え、そういうカバがたっぷりっていうやつ、そうそう、それはなんか覚えてますけど、それは知ってますね。たっぷりって歌まで覚えてない。うわ、覚えてない、えー、クリ
知らないですよね、若者たちはね。だってヘルスセンターって名前すら知らないでしょ。サニーランドや、その後。その後サニーランドになって、で、まあ、要は今っていう石川動物園そう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 ということの流れなんですよ。歴史は長いんですよ。びっくりした、なんで私だけなんだかもしれない。そう、そうか。金沢ヘルスセンターみたいな一行そういう、一行の。ここに来ればもう、みんな健康になるみたいな、癒されるみたいな、そういう場所、みんなでこう、ちょっと娯楽的な要素もありまして、いいですよね。畳のこうステージとかありましたよね。ありましたね。ね。そういうのもいいな、いいですね。いや、これは面白いぞ。ね、まずは、じゃあ俺貢献しに行くよ。まず、体を提供して、お金を。でもほら、なんかどういった形でね、あの関われるかわかんないじゃないですか。なんかお客さんとしてでももちろんだけれども、それ以外にもなんかその夢をこう叶えるためのいろんな人たちとのつながりとかを、もしかしたら周りの人からこうね、あの紹介されたりとかってして、司会もできたりね。そうそう、司会できたりできます。司会もできますし、え、何すればいいの。宴会場があったらね、あったらやりますよ、やりますよ。あるのかな。だってそこ行くたんびにお風呂入れたりとかするわけでしょ。そうそう、アフタケアでちゃんとね、ね、ちゃんとね、あの体整えてもらって、それはいい。喋ってもピキピキしないように、喋ってもピキピキしないように、ピキピキしないように整えてくれて、はい、お願いします。それ、はい、ぜひもう夢叶えていただきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。さあ、そして、はい、さあ、もうお二方いらっしゃいます、はい、あと3分しかない。あと3分しかない。3分でガツッと。もう、ちゃんと。あさこさんと、ベン君でーす。ベン君でーす。同級生でーす。同級生でーす。イェーイ。そんな、すごい、すごい可愛いの？ベン君でーす。このキャラなんですか？普段は。いや、違いますね。あ、テンション上げてくれてる。テンション上げてます。皆さん、いいですか？イェーイ。あと3分です。はい、ベン君が、もうあと2分です。あと2分です。ベン君があんまり映ってない。はい、ということで、あさこさん、あさこ、ベン君からいきますか。はい、夢ですか。とりあえず今は、先週がね、あの衛生管理者っていう資格合格しました。衛生管理者っていう国家資格あるんですけど、衛生管理者じゃあ、まあそれ合格して、今は、とりあえず、仕事からも、数字触ってるんで、FP の2級を頑張りたいと思います。 ファイナンシャルプランナーの2級頑張りたいと思います。すごい、もうずっとずっと頑張ってるんですね、本当に。はい、でも人生もう半分以上生きてますんで、まあなるべく健康であり続けてるために、さっきの話じゃないですけど、マラソンしたりとかね。そうですよ。走ったりね。健康には血圧高いんで、塩分控えめで、自信なんだもんで。とりあえずまずは体整えるためにも、マー君ね、マー君ゴリゴリしながら、マー君のところに行けば、そうですね、健康になりつつ、夢も実現で き,、ね、できるということで、まあ、とりあえずやっぱ 何せ体が資本だと思いますので。そうですよね。自軸さえですけれども、まあ、これは現実だと思いますので。本当にここなんかいろいろ検査とかもちゃんとしてね。そうですね。定期的にやらないといけないんですよ。はい、私ばっかするのはあれなんで、あさこさんに。あさこさん。あともう時間ないんで。あさこさん、お願いします。時間ないんで。あさこさんどうですか。私は、はい、去年から乗馬を始めたので、いい乗馬でオリンピックに行きます。はい、お金持ちと結婚します。そこですね、まずは。お金がないとダメなんですって。そうですよね。大金がかかる。大金がかかるんですか。らしいんです、オリンピック行くには。じゃあお金持ちの、花婿候補お待ちしております。募集中です。以上です。いいな、ラストになんかドーンと言ってくださいましたね。素晴らしいです、あさこさん、ありがとうございます。ね、このようにこれで全員ですね。いいですね。全員ですね。
みなで数えないでくださいよ、人数は180人くらいいらっしゃいましたね。はい、ありがとうございます。というわけで今日は、ドリップラジオ金沢は、アボー年会&交流会ということでお届けいたしましたので、まずは若者たちと昔若かった人たちの交流が生まれましたね、ここでね。それで、コンパですから、コンパはもうまさしく交流のね、コミュニケーションが大切な、じゃないとこう将来いろいろと決められませんからね、はい、というコンパの場にもお邪魔しつつ、そしてアボサというスポーツでもつながったということで、ね、こんな感じのまとめでよろしいでしょうか、皆さん。よろしかったですか、はい、ということで、ますます来年もスポーツで盛り上がる、そしてコンパで盛り上がる、そして夢を語って盛り上がっていきましょうね、皆さん。イエーイ。ということで、今年の放送はまだ終わりません。来週もありますので来週がラストということになります。で、来年も、来年は第2週から、第2週目からの金曜日9日からスタートということになりますので、来週今年ラストの放送と、また新年迎えてからもぜひ皆さんには、聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のスポーツのミュージックパー